屈折ピラミッド屈折ピラミッドとは、エジプトのダハシュールにある古代エジプト、皇王国時代代四王朝のファラオで、クフ王の父でもある、スネフェル王のピラミッドである。三大ピラミッドなどとともにメンフィスとその墓地遺跡として、世界遺産に登録されている。化粧石のアップ。三大ピラミッドに代表される他のエジプトのピラミッドも、本来は、このような、 滑らかな外観をしていたとされている。高さ105メートル、底辺189メートルであるが、特徴的なのは屈折ピラミッドの名の通り途中で、傾斜角度が変わっていて、下部は54度27分、上部は43度22分となっている。下側は、崩れるのを防ぐために石は内側に向けて、斜めに積まれている。上側は平積みにしている。この理由については、 同時期に同じ工法で建築されていた崩れピラミッドが完成直後に崩壊し、下側で使用した工法でこのまま建設を続けると同じように崩壊する可能性が指摘され、途中から広報を変更したとされる。また実際に崩壊の兆候が発見されたので広報が変更されたとする出典もある。エジプトの他のピラミッドは表面を滑らかに装飾する。 化粧石のほとんどが持ち去られ、失われている場合が多いが、屈折ピラミッドの場合は、現在もかなり多くの化粧石が表面に残っている。一般観光客は、1965年を最後にピラミッド内部へ入ることができなくなっていたが、2019年、2つの埋葬室につながる長さ79メートルの通路を修復するプロジェクトが完了。 再び一般観光客への公開が再開された。ありがとうございます。